はい、ゾエパートナーズの大森です。今回はですね、根っこがね、こう浮いてきた時の対処というようなね、感じのお話をいたします。以前ですね、出した動画でね、根っこが浮いてくる理由っていうね、感じのお話をしたんですけれども、結構ね、誰も見ないんじゃないかなと思ってね、動画出したんですけれども、まあまあ見られていてね、ありがとうございますという風な感じなんですけれども、結構ね、なんかマニアックな動画も見ていただけるようになってきたというかですね、マニアな方がね、待っているんだなと思いましてね、今回もね、そんな感じの動画になるんじゃないかという感じでね、まあ根っこは出てきて、結構ね、その心配される方っていらっしゃるんじゃないかなと思いましたんでね、今回それの対応対処についてのお話という風な感じになっております。チャンネル登録まずよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでですね、早速ね、解説の方をしていくんですけれども、最近ですね、ちょっとね、忙しくてですね、事務所にね、なかなかちょっといられなくてね、撮影するのがね、自宅で撮影してね、自宅で編集してそのまま投稿しているというような感じでね、今までね、事務所でね、このね、撮影してですね、で、事務所で編集して、事務所で投稿してるっていう風な感じだったんですけれども、ちょっとね、こう、ね、時期的なもんでね、だんだんね、こうね、閑散期から繁忙期にね、庭師さんだったらね、なってるんじゃないかなと。このね、間にですね、もう毎日投稿してたらね、その植木屋さんね、すげえやる気あるなっていう風なね、感じだと思いますね。で、まあそういうね、話はどうでもよくてですね、ですね、土の中がですね、この硬いとですね、根っこが出てくるよっていうようなね、感じのお話をね、以前しました。で、その土の中が硬いっていうのはですね、何かしらのね、このある時と、あとね、土がね、こうね、粘土質になってきちゃって、固まってるよっていう風な感じのパターンがあるんですよ。まあ大体ね、そのぐらいしかないという風な感じで、あとですね、パターンとしてあるのがですね、土の中の酸素の状態が悪くなっちゃってるよ。まあざっくりですね、この土の中のね、酸素って根っこからね、木っていうのは植物全般そうなんですけれども、そうじゃないものもね、もちろんあるんですよ。すいません、そうじゃないやつもあるだろうっていうコメントをいただくことがあるんですけれども、全部が全部ね、もう同じ枠では囲えないんでね、ごめんなさい、もうそういうものが多いという風な感じの表現しかできないんですけれども、大体のものはですね、この土の中の根っこからですね、こうね、酸素を吸い上げて、ね、こうやってるという風な感じでね、水分に含まれている酸素をですね、取り込むっていうパターンもありますし、もともとね、その酸素を直接吸い込むよっていうパターンのものもあるんですよ。で、まあ、どっちがどっちなのっていう風な感じで、一概にね、これもちょっと言いにくいんですけれども、ものによってはですね、その木の種類によっては、かなりその酸素濃度が高くないと、高いって言ってもね、その 0.何% とかも単位なんですけれども、1% とかね、2% とか、そんなレベルの話なんですけれども、その酸素の濃度がですね、その低いとですね、下にね、こう地面の中の方に根っこがね、生きにくいよっていう木の種類のものもあるんですよ。で、そういったものはですね、結構ね、根っこがこう浮き上がってきやすくなるという風な感じなんですね。で、その根っこが浮き上がってきやすくなる原因が、その酸素がない、まあ、もしくは何か硬いものに当たったか、粘土質か、大体これなんですけれども、およそざっくり言うとですね、ほとんどの場合が土の中の下の方の部分が固まっちゃってるっていうパターンが多いということなんですよ。で、それをですね、今回ね、その解決する方法っていう感じのお話になるんですけれども、根っこがですね、地面からこう勝手にボコって出てきたこと自体に悪いことっていうのは基本的にはありません。で、そこからね、こうひこばえみたいなのがこうピュンピュンピュンって出てきたりすることもあるんですけれども、弱っていなければ普通のことになります。で、その根っこも幹みたいな感じの役割にだんだんなってくるという風な感じなんですよ。ですので、木がね、基本的に弱っているということがなければ、特別何もすることはありません。ですけれども、木がね、どう考えても、その以前ね、その出した動画の中でですね、葉っぱがね、小さくなったらね、注意してくださいねっていう感じのお話したんですけれども、同じような感じでね、木って枯れるとき、上から基本的にね、じわ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 とこう枯れていくっていう風な感じなんですよ。そういう話をね、したときもありましたね。で、それで、その弱ってるサインっていうのはね、ちょっとずつ出てきて、一気にはこう広がっていかないんですよ。ちょっとずつ弱っていきますんでね。やっぱ木もね、その生きようとしてますんで、日々ね、こうね、ちょっとずつね、生きられるところどこだろうな、みたいな感じで根っこをこうね、ちょっとずつね、違うところに張ってみたり、枝もね、ちょっとずつ違うところにね、こう、日の当たるとこどこかな、みたいな感じでね、なったりしますんで、基本的には一気に枯れるっていうのは、まあ、あんまりなくてですね、そういう場合はね、まあ、虫にやられたとかね、もう虫にやられたっていうパターンもですね、もうほとんどの場合が、その最後はとどめ刺されたみたいな感じなんですよ。ですんで、その、要するに木はですね、じわじわ弱っていくんですよ。で、弱っていってないのにもかかわらずですね、土からね、こう根っこが出てきたっていうのは、まあ大丈夫じゃないかと。
いうふうな感じでね、捉えていただいてですね。ただね、その土の中的には、その粘土質になってる可能性っていうのが高いんですよ。だから、最終的に弱る可能性もあるよねっていうのは一つ頭に入れとかなきゃいけなくてですね。で、根っこが出ていること自体、根っこが出ていること自体は悪くはないんですけれども、根っこが出ているということは土の中が固まっている可能性があって、酸素が少なくなっている可能性があって、何かにぶつかっている可能性があるんで、弱る可能性あるよねっていうふうな感じで考えていただいても大丈夫です。で、そのね、街路樹とかだとよくね、こうボコンってなってるじゃないですか。あれも、そのマスがね、こうあって、まあ、ある場合が多いんですよ。マスがあったりとか、そのね、もう結局ですね、やっぱりね、硬いところになんか当たったりとかね、マスがあったりして、なんかね、窮屈になっちゃって出てきたみたいな感じのパターンなんで、まあ、およそね、その後は、元気よくね、人一倍元気ですみたいな感じになるっていうことよりは、ちょっとずつもしかして弱る可能性が高いね、みたいな方に見といた方がいいと。こちら側はね。ですんで、まあ、土の中がね、こうね、しっかり見えてるわけじゃないですし、土の中をね、毎日毎日掘るわけじゃないんでね、なんとも言い難くてですね、で、その状態のまま育ててるっていうのが基本になってきますんで、まあ、それでね、まあ、根っこが出てきて不安だなっていう方で、さらに土の中がもしかしたら、粘土質になってて固まってるかもしれないっていうサインが出てきた場合にですね、今回の話になるというような感じですね。ちょっとね、前置きなかったんですけれども、ここまでわからないと、これやっても意味ないというふうな感じになりますんで、別にやらなくてもいいことなんですよ。その、実際に弱ってなければね、ただ弱っていれば、こういうやり方もあるよねっていう感じの話になりますね、今回ね。で、今回も絵描いてありますね。こんな感じです。バン、ですね、割った竹を土の中に入れる、こういうやり方がね、あるんですよ。竹がね、こうやって、これ僕のね、YouTube の撮影というかですね、iPad でね、僕iPad のですね、がですね、この、なんていうんですか、ワンなんですよ、この、Apple Pencil の。第一世代のやつでね、使っててね、これここくっつかないタイプのやつなんでね、こういうやつに入れてるんですけれども、要するに竹がね、こうグッとこうね、グッと入れてあげるだけなんですよ。で、それを竹ね、これ割ってあげて、で、その節全部ね、ポン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 って取ってあげて、バンって刺してあげると。で、絵のような感じになるというふうな感じですね。まあ一応ね、一応というかですね、その、ダブスコみたいなね、やつでね、こう、1メートルとか掘ってあげるんですよ。で、それで竹を刺してあげて埋め戻すっていうふうな感じになります。こうすると、そのね、中の方にこう、水分がいったりとか、直接ね、空気がこう流れ込んでいくっていうふうな感じで、土の質がね、こう、だんだんと、すいません、だんだんとですね、改善していくというふうな感じになりますんで、この方法で、粘土質、土のね、さらに下の方が粘土質の場合は改善できる可能性あるよねっていう風な感じになります。で、割ってまっすぐボンって割るんですけど、割ったやつをねこう縛るんですよね。こうやって何箇所かね。で、その割ったその縛る前に節全部取ってあげて1メートルなり2メートルなりね。で、そこの層がねある場合もあるんですよ。その粘土質の層ができちゃってるよねっていう場合もありますんで、その層があった場合はそこを突き抜けるように刺さなきゃいけないっていう風な感じなんですよ。ですんで、木の大きさによってはね2メートルとかね突き刺さなきゃいけないっていう場合もあったりするんですよ。ですんでね、まあちょっとめんどくさくはなるんですけれども、これをやることによって、基本的にそのね、もう植わっている木をわざわざほじくり出して、ね、どっかに一度移動させといて、そこで土質改善をした後に埋め戻すっていう風なことをやらなくても大丈夫だよね。そうすることによって、土の中の、質っていうのは改善していくよねっていう風な感じで考えられているというような感じになりますんで、ほじくり出してね、わざわざこれでやって、また戻す。もう以前ね、私ね、移植そんな難しいやろよ。名前軽々ねできないよっていう話をしたぐらいなんでね、こっちの方がね基本的にはいいんじゃないかという風な感じになりますんで、まあやっていただけるのであればね、そんな感じになります。で、竹ではなくてですね、穴を開けて水を流し入れてもいいっていう風な感じなんですよ。これですね、要するに土の中がねこう開いててですね、そこに空気が流れ込んでいったりとか、あとね、その要するに掘ることによって少しねこう改善するわけですよ。それならいいよっていうことになりますんで、なんかね、ケルヒャーみたいなね、高圧洗浄機みたいなやつで、無理やりブワーンとね、穴開けて、ザーンって穴開けて、それで終わりっていう風な感じでも、同じ効果得られるよねっていう風な感じでは一応ね、言われているというような感じですね。ただね、やっぱ次の丸に書いてあるんですけど、竹の方が長期間効果があるんじゃないかっていう風な感じなんですよ。っていうのも、そのパイプみたいなね、塩ビパイプみたいなやつ入れてもいいとは思うんですけれども、それって、やっぱ結局、土の中にずーっと残っちゃうんですよ。ずーっと残っちゃうとですね、やっぱ竹みたいなやつとかだと、だんだん腐っててね、
それも結局そのね、あの腐葉土のになるその有機物化していくわけなんですよ。ただね、この縛ったりするのに針金使っちゃったりするとね、ちょっと良くないのかもしれないんですけれども、まあそれもね一部っていう風な感じなんで、気になるようであればね、白縄でやってあげたりとかね、麻縄でやってあげたりっていう風な感じでやればいいだけなんで、基本的にはね竹の方がね僕としてはいいんじゃないかな。ただね、その繊維質なんでね、かなりね、あのもう腐るの、腐ってね、そのなくなっていくのも結構時間かかるんじゃないかなとは思います。なんでまあ私としてはね、穴を開けて水を流し込むだけ、もしくは竹をねこう今言ったね、いや割って半分に割って節全部取って1メートルなり2メートルなりね、ドンってやるという風な感じでね、一応ねそこ何もねこう空気以外、空気とね水以外何も入んないようにメッシュみたいなの作ってやっとくという風な感じの方がいいんですよ。だから水がね勝手に入っていくっていうのがね一ついいことになりますんで、それやるとね、だん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 こうね改善されていくという風な感じになります。でこれですね、次の丸書いてあるんですけれども、夏の水不足、水がね不足しちゃって、あのカラッカラ、表面だけカラッカラになっちゃうよみたいな感じの土質をですね改善させるために、こういう風な感じでやることもあります。ですんで今回言ってるのはですね、その水がねこうカラッカラになっちゃう、なんかずっとカラカラだなみたいな感じの土に施すこともありますし、中の方が粘土質っていう時に使うこともあるという風な感じになります。でこれ注意してほしいことがね、あの2つあるんですけれども、太い根っこがある場所は避けてくださいねっていう風な感じで言われているんですよ。大体ですね、その太い根っこのところにこうやってやるとですね、太い根っこがねその近くにありますから、それでもうぶっ刺してね、もうそのままね、あの根っこのダメージ与えちゃうっていうパターンもね考えられるというような感じで、根っこをね新たにそのね何かぶつかってるその粘土質のところだったりとかさ、なんかねあれにこうね避けて伸びたいためにやってるんで、そこの土質を改善させたらそっちに伸びていくわけですよ。要するにそれを狙いたいわけですから、太い根っこが近くにやっても意味ないんですよ。だから全体的にこれもうね絵に描いてありますね、根っこの先端付近ってこの辺だよねみたいなところにやってあげるっていう感じの必要があります。でその根っこの先端付近でじゃあどこなのっていう風な感じなんですけれども、それがねあの分かれば苦労しないっていう風な感じでね、まあただ一般的に言われているのはですね、このね枝葉がねこう伸びたその先の真下ぐらいまでは伸びてるよね普通っていう風な感じで考えられてるんですよ。ただし土のねその要するに状態とかにもよってですね、あの雨がね要するによく降る地域だったりとか、よくね毎日毎日水やりしてますよみたいな感じのパターンだと、結構それよりもね根っこがね横に広がってて浅いっていうパターンもあったりとか、あとは逆にですね、あんまりねこの雨が降らない地域だったりとか、ね水やりとかももうほとんどやったことないよみたいな感じだと、逆にですね、あの浅くこうね広く広がるのとは逆に狭く深く広がっていくっていうパターンもあったりするんですよ。ですんで一概に何とも言い難いは言い難いんですけれども、ある程度ねこの太い枝はなんとなく。こうかなみたいな感じでね見ていただいてね、それでこれ刺すと、でそれねが1個なんですけれども、もう1個はですね、1つの土壌改良効果は少ないのでたくさんやる必要があると、1個だけこうぶっ刺してですね、で良かったよこれで改善するんでしょつってね1箇所だけやるみたいなで、じゃないです、もう10個20個みたいな単位でやるという風な感じになりますね。基本的にその土壌改良っていう感じになりますんで、じわ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 なっていくという風な感じになりますんで、一箇所がねその範囲っていうのは狭いわけですよ。要するに水がこう通っていって染み出していってね、で空気があるからそこがねこう循環していくみたいな感じになるんですけれども、そんなにねそこが基準でね、あもう5メートル土の改良できましたみたいな風には基本的にはなりませんので、ですんでね、あのその木の周りね、大事な木の周り、大事な木だけはね生き延びたいよみたいな感じであれば、もう何箇所も何箇所もやるというようなね感じの必要があるというような感じですね。ですんで、まあ結構これやるのめんどくさいんですけれども、まあやっていただくとね、だいぶとその土質はね改善できるんじゃないかな。ただね、その要するに下の方の土の質の改善の問題になりますんで、もしね木が植わってないよっていうことであればね、もう単純にほじくり返してね、その腐葉土入れるっていうだけで大丈夫というふうな感じです。今回の話はですね、あくまでね、木がもう植わってて、どかすにどかせないなっていうのだけれども、弱っているような感じがする。そして、これはですね、土のね、質の問題なんじゃないか、土のね、中の方の問題なんじゃないか、なぜなら根っこが浮き出ているからというふうな感じであれば、これをやるとですね、かなり改善して元気を取り戻していくっていうような感じの効果が狙えるというふうな感じになります。これやるとね、
かなりね土の良くなってですね、でね、根が伸びやすくなるというふうな感じでね、根っこがやっぱり基本的に伸びないとですね、枝も葉っぱもですね元気に伸びていかない。枝も葉っぱも元気になっていればですね、根っこの方にも養分をね、光合成したね、糖なんですけれども、それをね、こう送るというような感じで、いい循環に、いいスパイラルにね、入っていくというふうな感じになります。ちょっとね、マニアックなお話なんでね、まあ、ほとんど見てる方やらないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、一応こういう感じのこともありますよというような感じの動画になっております。ということでですね、本日はですね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もですよ、とかいらっしゃいましたらね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。